日本新潟県新潟市中央区網、川原網河原は、新潟県新潟市中央区の町あざ。現行行政地名は、網川原1丁目及び網川原2丁目と、大あざ網河原。住居表示は1丁目及び2丁目が、実施済み区域、大あざが未実施区域。郵便番号は950-0964。1889年から、現在の大あざ。 および1985年から現在の町名、信濃川下流右岸の自然堤防上に位置する。元は江戸時代から1889年まであった網、川原神殿の区域の一部で、地名の由来は、魚沼郡早川村から移住した漁師、早川育平が漁の最中に阿弥陀の石像を引き上げたことによる。北から東回り順に以下の町地と隣接する。 開発は1626年。はじめは、阿弥陀川原神殿と称したが、1678年の柴田藩の検知を受けて、阿弥陀川原神殿に改称した。1889年4月1日に、鳥屋大村の大技となり、1923年まで、阿弥陀川原神殿と称した。1948年以後、人口が急増した。 2018年1月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。注釈出典。ありがとうございます。